こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。本日も日本プロ野球界の最新情報をお届けします。昨シーズン38年ぶりの日本一に輝いた阪神タイガースですが、オープン戦で9連敗を喫するなど、ファンからは不安視する声もささやかれています。しかし岡田監督は、そんなこと別にどうこう言うべきところではないよと、あくまでも冷静なコメントを披露。ところがその裏側では、連覇に向けて暗雲を呼び込む火種が確実に大きくなっていると指摘されているのです。岡田監督は FA や大型トレードによるチームの戦力アップについて、そういうことは考えとらんよ、チームの中から出てくるのが新戦力と話していますが、現在その計画が大きく狂っている状況にあります。そこで今回は、岡田監督が選手にブチ切れたという話題に触れるとともに、シーズンに大きな影響を及ぼしかねない阪神の問題点、つまり火種について詳しく触れていくことにします。誰が見ても新戦力。昨年秋のキャンプを終えた岡田監督は、負傷に苦しんだ湯浅選手を新戦力として大きく期待していました。一番の新戦力は湯浅やで、力的にも、これはドラフト1位よりもすごい戦力やで、普通に考えたらそうやんか、と熱い信頼を寄せていました。この時点で今シーズンの守護神候補に名前が挙がっている WBC パナマ代表で、最速160キロを超える速球を持つ右腕のハビー・ゲラ選手の獲得はすでに内定していました。しかし岡田監督はあえて湯浅選手の名前を挙げていたのです。昨年、湯浅選手は侍ジャパンの一員として3月の WBC で世界一に貢献。その後、開幕から守護神として大きな期待を背負いましたが、不調と右前腕、左脇腹の筋挫傷に悩まされ、シーズンの登板数は59から15に大きく減少しました。湯浅選手は投げ込みを重ねて制球力を高めるタイプであるため、怪我によってブルペンでの練習回数が大幅に減少した昨年は、14イニングを投げて8つの四球を与えていました。4月には一度登録を抹消された湯浅選手ですが、5月の後半には1軍に合流。しかし6月3日のロッテとの試合で西武に失敗したことを皮切りに、3連続で西武に失敗、再調整を余儀なくされました。岡田監督も、制球が安定せず苦しいカウントでしか勝負できない湯浅選手に対して、深刻いうか、そもそもまともに投げられてないやん、はっきり言うて。先頭からあんなボール球投げてたら、そらバッターもまっすぐに絞ってくるよ。去年はそのボールが強かったからどうにかなってたけど、今の球ならそれもしんどい、と苛立ちを隠そうとはしませんでした。その一方で、岡田監督は湯浅選手に対して信頼感を見せており、日本シリーズでは流れを変えたい場面で復帰登板させるなど、彼に対する支援を惜しまない姿勢を示していました。岡田監督の期待を一身に受けた湯浅選手は、オフシーズンに積極的な動きを見せています。WBC でチーム好きの通訳を務めたルークさんが橋渡しをしてくれる形で、念願だったアメリカでの武者修行を行いました。昨年12月にはアトランタの施設で動作解析を受け、続いて1月には再度アメリカへ渡り、アトランタとロサンゼルスでおよそ10日間充実した時間を過ごしたようです。帰国後、湯浅選手は笑顔で、最初はアトランタで動作解析の結果をもとに、プライオボールなど自分に合ったものを教わりました。そしてロサンゼルスに行ってからは、さらに様々な測定を行い、その結果をもとに、現在の自分に合った必要なトレーニングやウェイトトレーニングを教えてもらいました、と語っています。今回の取り組みについて、すぐに結果が出るわけではないと本人も理解しています。実績を重ね、数年後のメジャーリーグへの移籍を強く望んでいると噂されていますが、
そのためには怪我をしない体作りを完成させたいと考えているようです。さらに湯浅選手はトレーニングと並行してフォームのマイナーチェンジにも取り組んでいます。テイクバックに関してはメジャーリーグで流行しているショートアームのスタイルを取り入れ、足を止めて投げるモーションにも改良を加えました。また湯浅選手は大好きなダルビッシュ有選手との再会も果たしました。最初は自主トレをサンディエゴでやることになっていたので声をかけてくれました。行きたいとは思っていましたが、ダルビッシュ選手の怪我の状態もありましたし、それでアメリカに行くことになったらぜひ会いたいと思い、自分から連絡を取らせていただきましたと、その時のことを振り返っています。メジャーでのトレーニングを積み、パワーを増した湯浅選手には、さらなる期待が寄せられています。しかし、キャンプから調子が上がらない姿を見せたことで、岡田監督はついに大きな雷を落とすことになりました。ずっと悪いやん。阪神は昨年に引き続き、キャンプの前半では実戦形式の練習を行わず、各選手が個々のレベルアップに時間を割いて取り組みました。12球団の中でも最強クラスと言われる投手陣のコンディションは非常に早くから良好で、特に湯浅選手と共に岡田監督から大きな期待を寄せられている2年目の門別慶斗選手は、ブルペンで力強い投球を見せつけていました。アメリカで新しいヒントを得て、さらなる飛躍を期待されていた湯浅選手も、その輪に加わりたいと考えていましたが、制球に苦しみ、抜けるボールが目立ち、マウンドでの調整も頻繁に必要となり、誰が見ても不調であることは明らかでした。そして2月11日に行われた紅白戦で、5回裏に赤組の3番手ピッチャーとして登板した湯浅選手。3連打を浴びて1回1失点となかなか調子を上げることができず、岡田監督の怒りを買ってしまいます。岡田監督は、登板中にセンター方向をちらりと見る湯浅選手が気になったようで、湯浅だけやな、初球から球速ばっかり見とったもんなと指摘し、落ち着いて投げえって、後ろは喜怒哀楽出したらあかんてな、と、打たれ始めて落ち着きを失う湯浅選手の振る舞いに苦言を呈しました。試合の結果を左右する9回を任される守護神には、特に相手に隙を見せてはいけないと考える岡田監督。苦しい表情を見せすぎた湯浅選手に対する怒りは、まさに当然のことであり、あかんやろ。ブルペンでも全然ストレート行ってないやん。今日のやったらしんどいな、と厳しく切り捨てました。そして守護神の立場について、白紙に戻すのかと質問された岡田監督は、この日一番の怒りを込めて、悔しかったら打たれんように投げたらええねん。やるんやったらその辺から、何キロ出たから抑えられる、じゃない。WBC 選ばれたらクローザーちゃうで。勘違い、俺はずっと思ってるよ、と力強く発言しました。湯浅自身は紅白戦後に、感覚的には悪くはなかった。打たれたのは悔しいですけど、試合を重ねて精度を上げていきたいと前を向きましたが、ショートアームに変更したフォームがしっくりこないのか、その後の練習では安藤投手コーチと話し込む姿が目撃されています。フォームを見直したことで新たな感覚を得られると考えていた湯浅ですが、今キャンプでは逆に迷走してしまうことになり、挽回を期したオープン戦の初登板でまたもや大炎上。2月23日の巨人戦7回に5番手として救援登板するも、1回4安打1四球2失点とまるでいいところがなく、肩で息をしながら降板し、連打を浴びている最中には天を仰ぐ場面も見られました。岡田監督の怒りのボルテージは紅白戦より増しており、試合後に湯浅について問われると、開口一番、明日から2軍よ、当たり前やんか、投げてる最中に言うたわと、
非常の即時二軍降格を明言しました。湯浅にとって最大の長所といえるまっすぐが次々と捉えられ、立ち上がりから3連打を浴び、あっという間に無視満塁のピンチを招くと、次の打者萩尾はファーストフライに抑えるも、続く中田にセンター前への2点タイムリーを献上しました。結果以上に内容の悪さが目立った湯浅の投球に対して岡田監督は、いやいやずっと言うてるやんか、そんなのそら当然ブルペンを見たらわかるやん、ずっと言ってるで、キャンプの初日から、そうやろ、そのまま出るっていうことやんか、ピッチャーってブルペンの球を見たらわかるやんか、あんまり今まで投げる機会がなかったからの、広島は2軍みたいなメンバーで備えしてボール球ばっかりで抑えたけど、そんなのわかるやんと怒りを見せると、いろんな面でやり直しさせなあかんのちゃうか、時間はかかるやろうな、だってお前去年より悪いやんか、ボールの走りも WBC から帰ってきた時より悪いよとぶちまけます。岡田監督が一人の選手に対してここまでの怒りをぶつけることは非常に珍しく、ある番記者は、湯浅に対して苦言を呈すことが多いのは物足りなさを感じている上に、 WBC の世界一に貢献した策オフ、球団にポスティングによるメジャー挑戦を直訴したことを快く思っていないからだと聞いた。22年シーズンの1年間しか結果を残していないのに時期尚早と受け止めているのでしょうと語っています。湯浅が実際にポスティングでのメジャー移籍を球団に直訴したかどうかは分かりませんが、ダルビッシュと自主トレを共にしたり、大谷翔平がウォーミングアップで使用するプライオボールを使ったウォーミングアップを取り入れるなど、メジャー志向であることは明らかです。岡田監督はむやみにメジャー行きを否定しているわけではなく、監督就任時にポスティングシステムを使ってメジャーへ挑戦した藤浪晋太郎には、自分で得た権利やねんから納得するまでやったらええと思うよ、そんなん俺の立場から残ってくれって言われへんわと尊重する姿勢を見せています。藤浪は渡米直前の数年は成績が振るっていませんでしたが、入団から3年連続で2桁勝利を挙げ、チームの人気選手としても興行面で大きな貢献がありました。おそらく岡田監督はそういった点も考慮して、1年しか結果の出ていない湯浅がメジャー志向を見せていることを苦々しく思っていたようです。しかもこの湯浅の不調に引きずられるように、阪神自慢の投手陣はオープン戦で結果を残せず、評論家の中から連覇が黄色信号だとする意見も噴出しています。それでも阪神は、関西を中心に活動する評論家であり在阪球団の OB である方が、匿名を条件に湯浅以外にもいくつかの誤算があったと番記者に話しているそうです。その方は、昨年のオフシーズンでは FA 補強を行わない方針を取り、ドラフトで即戦力となる投手を獲得することに重点を置いていました。しかし残念ながら、先発投手として期待されていた1位指名の下村選手は、大学時代に蓄積した疲労のためにチームを離れざるを得なくなりました。さらに、最速159キロの速球を投げることで期待されていた2位指名の椎葉選手も、9日に行われた試合で期待通りの結果を残せず、岡田監督からは、全く期待に応えていない、状態が良くないと厳しい評価を受けました。昨シーズン、彼はたった22試合の出場にとどまり、年間を通じたスタミナに対する不安が指摘されています。そして10日の試合で1回を無失点で抑え、好投を見せた5位指名の石黒選手が1軍に残ることができるかどうかも注目されています。新人選手の開幕1軍入りがない可能性もありますと状況を語っています。さらに現役時代に通算165勝を挙げ、ダルビッシュ有選手や田中将大選手を指導したことでも知られる佐藤義則氏も、
オープン戦での9連敗に際して、何度も言いますが、このまま悪い流れが続く可能性は十分にありますと警鐘を鳴らしています。また佐藤氏は、試合が本格化して7回や8回になった時に、ああと思いながら逆転されることがあります。だからこそもう一度、中継ぎや抑えの投手を使って勝利をつかむ戦略を取らなければならないのです。そうしないと選手たちは自信を失ってしまいます。特に7回や8回になってどうしようと迷いながらマウンドに上がることがあるので、早い段階で勝ちパターンを確立し、流れをつかむことが重要ですと、阪神の投手陣に対する分析を話しています。さらに、オープン戦での阪神投手陣の失点の多さについて触れ、確かに簡単にタイムリーヒットを打たれてしまう場面が見られます。それに加えてエラーもありましたが、フォアボールが絡むなど様々なケースが多かったですねと指摘しました。元ヤクルトで活躍した宮本慎也さんも、阪神は非常に強いチームだと思いますが、他の5球団が本気を出し始めることが少し心配です。やはりある程度の強さを示さないといけないでしょうと懸念を表明しています。しかし、岡田監督を今年のライバルと位置づける巨人の OB である斉藤正樹さんは、今はまだ勝利を追求しているわけではありません。大切なのは自分にできることをしっかりと行い、自分のコンディションを徐々に上げていくことだと思いますと強調。岡田監督はチームをまとめ上げる能力が非常に高いと思いますので、一度勝利を手にすれば、その後は順調に勝ち進むことができるのではないかと思いますと述べています。阪神は3月13日に行われたロッテとの試合でオープン戦初勝利を挙げました。この試合では先発投手の伊藤将司選手がしっかりと役割を果たし、投手陣と打線がうまく連携して6対1というスコアで見事な勝利を収めました。試合後、岡田監督は、とうとう勝利を手に入れましたね。しかしこれで満足してはいけません。シーズンが始まってもこの調子で勝ち続けなければなりませんと話しながらも笑顔を見せていました。多くの問題が指摘されていますが、岡田監督は常にチームの連覇を目標に掲げ、時には厳しい言葉を投げかけながらチームを引き締め続けています。その姿勢を見ると、今年も阪神がセリーグ優勝の最有力候補であることに変わりがないと思われます。いかがだったでしょうか。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。今後もプロ野球の最新情報をどんどん出していきますので、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。